安倍晋之助監督、保守併用プラン明かす。巨人の安倍監督が、大城を筆頭にして、鉄壁保守陣を結成し、守り勝つ、野球を目指す考えを示した。僅差のゲームをどれだけ取れるかですね。その上で重要となる保守について、視線は大城で行ってほしいすけど、岸田もすごく、計算できそうなのが確認できたので、うまく、併用していければと構想を明かした。いや大城でいいだろ、あんまそんなことばっかしてると来年、FA で出ていかれるぞ。あんなに打てるキャッチャーがいるのに、わざわざ、大城、使わない日作ってくれるの助かる。やっぱりな、大城のことあんま評価して、ないよな、安倍。大城バント、大城併用、安倍って大城に何を求めてるの？岸田ってどうなん？打率2割5分、日本塁打、OPS649、盗塁阻止率5割、普通に2番手なら優秀やで。じゃあなおさら大城、正捕手で抑え捕手岸田でいいじゃん。疑問、大城が堅くなに評価されない理由、複数年契約提示がなかったのは、普通に謎。正捕手になれないのはどこに欠点あるん？